もうそんな時期になるか。何の時期？選挙さ、統一地方選挙。ああ、もう前回から4年経ったのか。これが群馬、栃木のそれぞれの日程。まずは前半ね。前半はどっちも県議会議員選挙か。両方とも県知事選挙は別日ですよ。群馬はすぐ知事選が来るのね。こっちが後半です。後半は市長とか町長村長の選挙と市議会議員とか町議会議員村議会議員などの選挙ですな。いや栃木少ないな。そうなんだよね。おい群馬の方は文字が小さいですけど。そこは申し訳ないとしか。虫眼鏡買ってこないと。対象の地域の人は要チェックですぞ。でもなんで選挙がないところがあるん？途中で首長が辞めたり合併したり議会が解散したりで選挙期間がずれちゃったんだよ。統一地方と言いながら統一じゃないのね。ちなみに 100% 統一できたのは1947年の第1回のみね。そろそろ1回リセットしても。とにかく選挙権がある人はぜひ行ってほしいですな。私も一言言いたいことがあります。お、なんでしょう？開票する方もほんとご苦労様です。確かに